たぬき開発無人島移住パッケージ。もうなんか絵が全然違う。今までの飛び盛りとかと。お、これ豆付き。豆付き。豆チキ。豆チキやって豆吉。こんばんは。ようこそお越しくださいました。ました。こちらは無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。そして僕たちはこの移住パッケージのガイドを務めております。たぬき開発の豆吉と、つぶ吉でございます。かわいい。でもどっちがどっちかわからん。僕たち二人もお客様と共に島に渡り、暮らしのサポートをさせていただきますので、末永くお願いいたしますね。それでは早速ですが、無人島へ移住するための準備を今から進めてまいります。奥にあるのはたぬきちのやつかな。ポスター。かわいい。最初にお申し込みの確認をいたしますので、お客様のお名前とお誕生日を教えていただけ、教えていただけますか？ますか？アイナさん、アイナさん、と。なんか聞こえてくる。放送？はい、確認できました。では続きまして、今度はアイナさんのお写真を撮らせていただきます。身だしなみを整えていただく時間は十分にありますので、ご安心ください。あ、これで自分のキャラクターが作れるってことか。せっかくですから、なりたい自分になっちゃう感じで、お好きなだけ整えてくださいね。ね。おー、とてもいい感じだと思います。では、このお写真で登録させていただきますね。次は、これから移住する島を相談しながら決めていきましょう。まずはじめに、当社の無人島移住パッケージの特徴は、四季の流れる環境で季節の変化を楽しんでいただけることでございます。そのため、季節の流れ方が異なる北半球と南半球の二つのエリアに島をご用意しておりますが、新生活をスムーズに始めていただくため、これまで慣れ親しんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。ちなみに今、アイナさんがお住まいの場所はどちらになりますか？日本です。日本か海外か。なるほど、日本にお住まいなんですね。道理で日本語がお上手なわけです。ありがとう。とにかくそういうことでしたら、アイナさんには日本と同じ北半球の島への移住をお勧めしますが、いかがでしょうか？じゃあ、北半球で。オッケー。よくわかんない。それは日本語が上手ではないの。かしこまりました。なんかあれをね、ちゃんと手前におるこのキャラクターだとか、前に置いてあるものと奥のもので全然、なんかぼやけ方とかが、ね、奥のちゃんとぼやけとる。かしこまりました。では、北半球にある無人島の中から実際に移住する島を選びましょう。いくつかの島の地図を用意してありますので、移住したい島を選んでください。なお、どの島をお選びになっても、無人島は無人島ですので、何にもありません。住みやすさなどに大した違いもないので、島の形の好みやフィーリングで選んでいただいて問題ないです。しかもあれやろ、今回結構なんか、土地自体の形変えれたりとか、するけん、本当に、もうパッと見って感じかな。それでは地図を見せますので、こちらの中から好きな島をお選びくださいませ。ね、後からいくらでも変えれるってことやもんね。最初にどれがやりやすいかって感じやろ。え、どこがいいかな？移住先の島を選んでください。とりあえずこの4つから選ぶってことよね。え、どこがいい？もうここなんかいろいろ、ため池みたいな3カ所ぐらいあることない？ここかな？なんとなく。はい。なんかどこからでも水場が近いような気がする。オッケー。私結構ポンポン選びよるね。はい。アイナさんや僕たちの新生活の舞台もこれで決まりましたね。それでは最後にもう一つだけ質問です。アイナさんがもしも人島に一つだけ物を持っていくとしたら、この中のどれ選びますか？寝袋、明かり、食料、暇つぶし暇つぶしとは。え、これで何？最初の道具が決まるとかそういうこと？寝袋なかったら寝れんのかな？寝袋、明かり、食料、暇つぶし。でもすぐに作れそうな気もするけど、一応暇つぶし気になる。なるほど。え、最悪さ、現実的な問題やけど、寝袋なくてもその辺に転がることはできるよね。あ、すみません。今のは無人島といえば定番かなと思って、興味本位で聞いてみただけです。そういうこと？本当に？かわいい。表情がかわいい。アテンションプリーズ。お客様にご案内です。たぬき開発無人島移住パッケージ、チャーター便はただいま、ご搭乗の準備が完了いたしました。お客様は速やかにゲートまでお越しくださいませ。おー、これは今空港ってことやろ？ちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わったようですね。では、アイナさん、一緒に出発しましょう。あれ、受付の二人も一緒に来るとなったら、ここは一体誰が？お、これはハンナちゃんと誰？皆さん長旅お疲れ様でした。この2匹はもうここにおること決定なんかな？
着いたばかりのところ申し訳ないのですが、皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただきます。近くにうちの社長が待機している広場がございますので、まずはそこまで移動をお願いします。それじゃあ案内しますので、 L で僕たちについてきてください。はい、なんかマフラー巻いとる。あ、季節的にってことか。皆さんちゃんと揃ってますか？念のため点呼しますね。この何、最初の2匹、この同じチャーター便で来るメンバーがそれぞれ違うんかな。みんな、ハンナさん、くるぶしさん。くるぶしっていうのはあれは何、かしわ餅なの？あいなさん、はいはい、はい、大丈夫ですね。私もうちょっとおしゃれがしたいんやけど、服装とか。社長、今回の申し込み者3名お連れしました。はいはい、ご苦労様でした。だの、ではあれやね、あの木の切り株とか見よったらドラクエビルダーズを思い出す。どうもどうも皆さん、ようこそ。だの、僕はこの無人島移住パッケージを企画したたぬき開発の社長、たぬきちと申します。だの、今日から皆さんはここで一緒に無人島生活を始める。だの、たぬきちがセーター着とる。とはいえ、これはあくまでもパッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせるよう、僕たちスタッフも住み込みでサポートさせていただくだなも。まあ、完璧なる、なんていうん？無人島生活っていうわけではなく、ちゃんとサポートするメンバーがおるってことやんね。ということで、まず皆さんには寝る場所の確保をお願いするだなも。僕は不動産業もやってるから、無人島に立派なお家を建てることもできなくはないけど、せっかくの無人島の暮らしを存分に味わってもらえるよう、今回はテントを用意させてもらったな、もらっただもん。そのうち家も作れるってことよね、多分。ここにいる豆吉かつぶ吉からテントを受け取って、好きな場所に貼ってきてちょうだい。あ、なんか木の実っていうか、リンゴとかもあるし、この辺にしとこっかな、私。ここがいい。テント。あ、なんか思ったより広かった。ここにテントを張ろうかな。想像してみる。ぽわーん。てか、めっちゃ風強くない？ここに決めちゃおうかな。オッケー。超風強いね。何？台風でも気温やね。自分のテントを張った無人島生活の第一歩だ。イエーイ、張ったよ。中なんかあるんかな。まだタヌキツさんの説明も済んでないし、中に入るのは後にしよう。中ちらっと覗くぐらい良くない？あ、どうも戻ってきたよ。あ、アイナさん、もうテントを張り終わったんだもん。他の二人が戻ってきてないから、まだ場所を探してると思うんだよね。ここで待ってても退屈だろうし、手伝いが必要な人がいないか、様子を見てきてもらえると助かるだなもん。てかさ、他の動物たちは、あ、いた。一体どこからやってくるんやろ。あんたは確か、アイナって名前だったよね。うちはハンナだよ。よろしく、だってね。知ってる。うちの村にもいるから。アイナはもういい場所を見つけたのかい？うちはフィーリングで決めようと思ったんだけど、どこもいい感じだから意外と悩んじゃってね。とはいえ、いつまでも悩んでられないし、そろそろこの辺りで決めちまおうかとも思ってるんだけど、結構みんななんかいい感じでポンポンポンぐらいの感じの位置に。アイナはどう思う？良さそうだね。ほんとかい？じゃあちょっとうちの脳内シミュレーションに付き合っておくれよ。脳内を覗き込めるのか。この場所にうちのテントがあったとしたら。ふんふん。なんかテントの形違う。え、私の三角じゃなかった。丸やん、これ。いいな。こんな風になると思うんだよね。だってね。テントもなんかキャラクターによって違うんかな。いいと思う。よし、この場所はうちがもらった。くるぶしは？くるぶし。あんたのおかげで心が決まったよ。ありがとね、だってね。もう一人のくるぶしの方はどんな様子だろうね。もしかしたらうちみたいに迷ってるかもしれないし、見てきてあげた方がいいかもね。なぜこんなに風が強いんだろうか。ね、もうちょっと離れたとこ行かん。ちょっと変わった場所行こうや。この辺にしよう、この辺。くるぶしのテント。水辺が近す、ちょっと待って。向こう向きでやらんといかんのか。じゃあ、ちょっと待って。この辺で。どう？いいんじゃない？くるぶしさんのテントをここに張ろうかな。想像してみる。こんな感じで、色が違うね。水色や。ここに決めよう。滝の音でちょっと眠れんかもしれんけど。大丈夫やろ、くるぶしなら。くるぶしさんのテントの場所を決めた。これで全員のテントの場所も決まったし、広場に戻ってみよう。皆
皆さん、お帰りだらも。気に入った場所は見つかったかな？お、なんかもう夕方になった。まあ、とりあえず寝泊まりしてみて、不便に感じてくることがあれば、また相談してくれたらいいだらも。さあさあ、それよりこれで別に寝る場所も確保できたわけだし。ちゃんと寝袋はあるよね。私、暇つぶしを選んだんやけど、持っていくもの。今日は親睦会も兼ねて、この広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。もちろん無人島生活らしく、必要なものも現地調達するだもん。そうね。よし。道具はあるんかな？貸し出しかな？それじゃあ分担はこうするだらも。ハンナさん、くるぶしさん、豆吉、つぶ吉の4人はここで会場の設営を。アイナさんと僕は燃料になるものや食べられそうなものを集めるだらも。さあ、そうと決まれば早速準備を始めるだらも。アイナさん、集めてくるものを相談したいから僕に声をかけてちょうだいね。言ってくれればいいじゃん、今。あ、すごい、掃除しだした。掃除しよるし何か作ろうとしよる。君は何をやってるんだい？なんかすごいね。てかこれ画面回したりとかできんの？できん。何しよるかわからん。さてと、アイナさん。まずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい。僕があらかじめ集めた分もあるから、そこら中に落ちてる木の枝をあと10本拾ってきてくれたらいいだなもん。ワイヤー足元のものを拾えるから、木の枝を見つけたら近づいて拾ってちょうだいね。ワイで。ふんふん。僕は待ってる間に、この島の木に生えてるリンゴらしき実の、リンゴらしき実の正体を調べておくだなもん。リンゴではないのか。じゃ、よろしくだなもん。得体の知れない木の実を食べさされるのか。はい、集めてきた。お、アイナさん、どうやら無事に木の枝を集めてきてくれたみたいだなもんね。それじゃあ一旦こっちで預かっておくだなもん。はい、どうぞ。無人島移住を希望する人だけあって、さすがに仕事が早いだなもん。なんかめっちゃ片手で掃除しようんやけど。あのほうきって両手で持つようなほうきじゃない？じゃあ次は食べ物の調達だなもん。木の枝を集めてもらってる間に、島の木になっている実について調べておいただなもん。調べるだけで集めはしないんだね。リンゴに見えたあの実は、正真正銘、紛れもないリンゴだということが分かっただなもん。まあそうでしょうね。ということで、アイナさん。今度はリンゴを人数分の6個収穫してきてほしいだなもん。1人1個容量のいいアイナさんには説明は余計かもしれないけど、リンゴのなってる木を A で揺すって、実を落としてから拾えばいいだなもん。それじゃ、もう一っ走りよろしくだなもん。本当に調べたんかよ。座れるんかな、これ。座れねえだと？なんてことだ。3DS より遅れてるじゃないか。あ、アイナさん。どうやらリンゴの方も問題なく収穫できたみたいだなもんね。それじゃあリンゴも預かって、大急ぎで準備を進めるんだもん。はい、どうぞ。カゴとかには入らんのかな。お、暗くなった、すっかり。まあ、キャンプファイヤーやもんね。さてさて、これで準備は整ったんだもん。それじゃ、キャンプファイヤーに点火します。イエーイ、楽しみー。あれは？パニーは？パニーはやってこないの、キャンプ場なのに。皆さん、改めましてようこそなんだもん。僕はこれまでいろんな土地で商売や不動産業をやってきたけれど、この無人島移住パッケージは僕のこれまでの経験の集大成として立ち上げた一世一代の新ビジネスなんだもん。当初の計画よりは少ない人数でのスタートになっちゃったけど、ま、でもこれぐらい人数で始めて、ここから徐々に広げていく方がやりがいもあるってもんだなもん。この無人島移住やけん、まあ、徐々に発展していくわけやん。それにつれてお店とかもできていくってことかな。というわけで皆さん。でもお店が最初に一個もないっていうのはちょっとなんか、ね。不便やね。というわけで皆さん。皆さんもこの無人島の一員として。あれ？よく考えたらこれだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べないだろもん。いや、まあ、どうした？そうだなもん。僕たち最初の住民で、この島に名前を付けるだなもん。一人一人アイデアを出し合って、多数決で決めるんだもん。今から少し考える時間をあげるから、みんなが考え終わったら、せーので発表するだなもん。ふんふんふん。島の名前を提案してね。島の名前は変更できません。ふんふん。なんかこの島の呼び方は、島、島、島の3つから選べるみたいなこと言ったけど、どうしよっかな。アユナ島になったら私、トモコレと一緒になるやんか。えけんさ、あれよね。アユナ島にする読み方。アユナ。オッケー。島にするわ。島でもまあ、おかしくはないやろ。オッケー。提案します。
はいはい、そろそろいいだろも。でもみんなで意見を出し合うというのに自分の名前をつけるっていうこのね、ずうずうしさ。じゃあみんな一斉に名前を発表するだろも。せーの。ワイルド、タヌキ、ダナモ。え、もう一人はストレッチ。うんうん、みんな見事にバラバラでどれもとってもいいだろも。この中からどれにするか、順番に名前を言うから賛成なら拍手をするだろも。ダナモ自慢ってちょっと可愛いけど。じゃあ、異色のネーミングセンスが光っていたアイナさんの提案から行くだなも。ごめんね、異色で。え、でも、タヌキに近くない？自分のこと、自分のことっていう風な考え方としたら。アイナさん提案の名前は、アイナ。みんな拍手してくれてるじゃないか。おっと、いきなり全員が拍手とはすごいだなも。全員が賛成なら、もうこのアイナで決定しちゃっていいだなも。おこう、もちろんだよ。オッケーです。嬉しい。じゃあ今日からこの島の名前はアイナで決まりだなも。ちなみにアイナさん、島の呼び方はアイナ島、アイナ島、アイナ島のどれだなも？アイナ島にしていこう。うんうん。じゃあ今日からここはアイナ島ってことで。それじゃあアイナさん、アイナさんはこのアイナ島の名付け親ということになるので、今後もアイナ島の重要な決定はアイナさんに相談させてもらおうと思うんだもん。おー、なんかめちゃくちゃ重大な、責任重大な感じに。言うなればアイナさんはアイナ島の島民代表だなもん。まあ自己紹介した途端に多分わかるよねみんな。アイナ島のアユナです。この人の島やなってなるよね。アイナさん、島民代表に就任した挨拶として何か一言お願いできるだなもん。頑張ります。ゆるい感じで。イエーイ。さて、無事島の名前と島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃったけど、今から乾杯するだろも。乾杯？お酒？何それ？かわいい、なんかグラスが。皆さんグラスは手に持ってるだろも。島民代表のアイナさんに取ってきてもらったリンゴで作ったフレッシュジュースなんだもん。では、アイナ島と皆さんに幸あれ。乾杯。あ、もしかして島の果物とかもそれぞれ違うんかな。うちはリンゴやったけど。ってことでもうそろそろ休みますか。休もうかな。オッケーだろも。じゃあこれを渡しておくだろも。何？葉っぱ。そこは変わらんねやね。キャンプ用のベッドなんだもん。テントの中で広げて休んでね。お、寝袋じゃなくてベッドくれるんや、ありがとう。あと、テントの中に置いてある箱の中身は支給品のキャンプ用品だから、開けて自由に使ってくれていいだろも。箱を開けたり、物を使うときは A で、ベッドに横になりたいときは L スティックで寝転がればいいだろも。明日から本格的に島の暮らしが始まるわけだし、今日はゆっくり休んでちょうだいね。それじゃ、お疲れ様。ハナちゃんと同じテントの色かと思ったけど違うんやね。なるほど。黄色やった。ハナちゃんオレンジやったし。これが支給品か。ラジオや、ラジオ。ラジオとランプ。ふんふんふん。待って。これどういう風に。あれ？これ以上奥に持っていけんのか。なるほどね。キャンプベッド。この辺に飾る。おー。迷彩柄やった。このまま少し眠っちゃう？眠りましょう。横になるだけとかもできるんやね。時間経過ってこと？うとうとしてきた。何？なんか徐々に引き込まれていく感じ。なんかトタケケ出てきたけど。トタケケとかも出てくるの？合間だけ？いや、ついに一人で暮らす決心をしたんだね。いいもんだよ。ああしろこうしろと指図する人もいないし、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしいよ。どうした？だけどさ、一人で暮らすとなると、ふと寂しくなることもあるんだよな。夢かな、これ。そんな時、すぐそばに仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね。友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ。どうしたの？めっちゃ語るね。一人で長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。あ、そうそう。この世界では、一人で暮らすより大勢で暮らした方が、きっと楽しいと思うよ。たくさんの友達が、君の場所に遊びに来てくれるといいね。通信の話かな？
さあ、目覚めた後は現実と同じ時間流れの中で君の暮らしを楽しんでくれよな。それじゃあまた。夢の中にしか出てこんのかな、トタケケは。もしかしてそういう感じ。あ、あった。あ、すごい、なんか手紙が届いてる。よかった、アイラさん。無事だったんだもんね。テントに戻ってから丸一日見かけないから心配しただなもん。丸一日、やば。え、そんなに？あはは。新しい環境に体が慣れなくて疲れちゃったのかもしれないだもんね。それはそうと、今日から本格的に暮らし始めるにあたって、移住者の皆さんに大事なものを配りに来たんだもん。何？まずはこれをどうぞ。スマホが支給された。今回の移住パッケージのために開発した、我が社オリジナルのスマホなんだもん。ふんふん。ありがたいけど、なんか、支給されるスマホとかなんかめっちゃ GPS とかで見張られてそうじゃない？あ、動作チェックしておきたいから、ちょっと電源を入れてみてくれない？ふんふん。ようこそ。このスマホ機能はやっぱりあれなんかな？ポケモリからのやつ？うんうん。ちゃんと電波も入ってるだもんね。無人島なのに電波届くんや。じゃあ一旦閉まってもらっていいだもん。なんかいっぱい通知入っとったことない今。ちなみにアイラさん、今までにスマホって使ったことある？いや、もちろん。持ってるよ。じゃあ全然問題ないだもん。でもここではこのスマホが必要だから、捨てずに二台持ちをお願いするだもん。二台持ちやってかっこいい。それじゃあ次に渡すものだけど。何その紙。はい、この移住パッケージの請求書なんだもん。請求書。こんなところでも請求書。あ、ベルの表示が出た。渡航費、人件費、設備費、スマホ代、もろもろ合わせて合計 49,800 ベルになります。これがその何、ツアー代的な感じ。ツアーというか払えません。え、そんなびっくりされましても。アイラさん、さては無人島だからって何も持たずに来ちゃっただもんね。それはそれでアホじゃない。お金ぐらい持ってこようよ。まあでも心配はいらないだろもん。こんなこともあろうかと、このパッケージでは移住費用を現金ではなくマイルで支払っていただく特別なプログラムにご加入いただけるだろもん。え、何それ。その名もたぬきマイレージプログラムなんだもん。たぬきマイレージ。まあそのままなんだけど、飛行機に乗ったり島で活動したりするとポイントが貯まるシステムだろもん。つまり島での暮らしを楽しめば楽しむほどポイントが貯まって移住費用も支払える、とってもお得なサービスなんだもん。なんか飛び盛りも途中からそういうのできたよね。ちなみに移住費用は本来の現金だと 49,800 ベルかかるところ、マイルならなんと 5,000 マイルポッキー。とにかくその 5,000 マイルはどれぐらいで貯まるんだ。アイナさんはこのプログラムに登録させてもらったから現金ではなくマイルで支払ってね。具体的なポイントの集め方は私のスマホに入ってるタヌキマイレージのアプリをチェックしてね。それじゃあ僕はこの辺で失礼するだろう。今後ともタヌキ開発をごひいきに。んで、手紙は。アイナさんへ、この度はアップデートへのご協力ありがとうございます。更新データを受け取ってくださったお礼にプレゼントをお送りします。今後のアップデートも楽しみにしていてくださいね。任天堂のスタッフより。何がもらえたんやろう、よくわからんけど。こっちも移住おめでとうございます。無人島での新しい暮らしを楽しんでくださいね。新生活のスタートをお祝いして、これからの暮らしに役立つプレゼントを送ります。ふんふん。あ、待って、プレゼント受け取ってねえ、私。ちょ待って、はい、プレゼント。プレゼントの中身は一体。お、ニンテンドースイッチがある。テントにニンテンドースイッチってめっちゃ似合わん感じ。素朴な DIY 作業台。とりあえずスイッチ中に置こう。この環境でどこにスイッチ置くよ。この辺置いとく。とりあえずこの辺置いとこう。任天堂スイッチ。え、ちっさ。思った以上にちっさかった。え、これ、この部分だけ？この部分だけ？ちなみにこれ遊べるんかな？あ、ついた！すごい！でもそれだけなんやね。なるほど。作業台は外に置こっか。てか、この今回のスイッチ版の動物の森でさ、外にも、物が置けるというところがすごくでかいと思うんやけど、じゃあどこに置けばいいの？もしかしてあれですか？花があるけんってこと？
あ、すごい。この辺のもめっちゃしまえる。ね、なんか、なんか袋みたいなのに入れてしまいよるよね、これ。ちょ、待って、この辺さ、全体的に。なるほどね。こういう雑草だとか、花とかの上にも、おけんけん、ちゃんとのけんといかんのやね。素朴な DIY、え？全部、ひとまとめにしてある雑草なん。え、花、え、花じゃないんや、あれ。雑草？マジか。え、これ本当に作業台？え、これどういう状態？どういう状態これ。なんかよくわからん状態になってんやけど。え、もしかして中にしか置けんってこと？中に置けるものと外に置けるもの決まっとんかな、もしかして。ちょ、作業台置こう。この辺に置こっか。よし。D、ね、覚えるって何？ DIY のレシピ。どうやって覚えればいいんだろう。知らんよ。え、やっぱりなんかこのまんまや。なんかよくわからんけん持ち歩いてこっか、一応。どうも。なんか座布団に座っとる、かわいい。あ、アイラさん、いらっしゃいだろ。見ての通り狭苦しいけど、よかったらゆっくりしていってね。島での過ごし方とか、何かアドバイスが必要だったら、遠慮なく僕に相談してちょうだい。あと何か必要なものがあれば、豆吉に聞いてみてほしいだろ。ちょっとしたものなら買い物してもらえるからね。逆に不要品の買い取りもやってるから、お金が必要な時は何でも持ち込んでみたらいいだろ。そうそう。それから、今島暮らしで便利に使える道具を DIY で自分で作ってみるという無料のワークショップもやってるんだもん。DIY はこの先絶対に役に立つし、アイナさんもぜひ体験してみてちょうだいね。豆吉？あ、アイナさん、早速来てくださったんですね。移住された皆さんのために、ちょっとした日用品などを販売させていただいてます。スペースの都合で商品は多くはないですが、その代わり、毎日入れ替えますので、ぜひチェックしてみてください。もしお時間があるようでしたら、今からでもご覧になりますか？見てみる。何も買えんけど、まだ。ではどうぞ。ドラム缶とウォータージャグ。なるほど、ドラム缶はあれやけど、ウォータージャグは欲しいね。いかがでしたでしょうか？ちなみに販売だけではなく、不要品や島で取れたものなどの買い取りもさせていただいております。あと、島の美化活動をサポートするため、雑草やゴミを持ち込んでくださった方にも、謝礼をお支払いいたします。でもその辺って DIY でも使えそうよね。特に木は。何か引き取らせていただけるものがあれば、気軽にお持ち込みくださいね。ねえ、つぶきちは何してるの？かわいいけど。あ、アイナさん、どうもです。キャンプファイヤー楽しかったですね。僕たちはここで寝泊まりしてるので、何か相談事があれば、いつでもお越しくださいね。それと僕は日中は屋外で皆さんの様子を見て回っていますので、何をしたら良いか迷われた場合などは気軽にお声掛けください。了解です。あ、ATM もここにある。やっぱり見回すことはできんのか、それもできるようにしてほしいな。それは DIY するための作業台なんだもん。今無料の体験会 DIY ワークショップを開催中なんだもん。参加してくれた方には体験で作った道具と、簡単な DIY レシピをプレゼント中だもん。レシピは住民からもらうの？なんか自分で開発することもできるんかな？ DIY は絶対にこの島での暮らしに役立つから、アイナさんもよかったら体験していかない？やってみます。うんうん、そうこなくっちゃ。じゃあちょうど時間もあるし、今から早速始めるだろも。楽しそう。まずは DIY の手順をざっくり説明しておくだろも。と言っても、手順はとっても簡単。作りたいもののレシピと材料を揃えれば、あとは作るだけ。ただし、ソロ台みたいに道具が揃っている専用の作業台を使うこと。今回は実際にその作業台を使って、釣り竿作りを体験してもらうだろも。なるほど、もう作るもの決められるんやね。それじゃあ先に材料を集めてきてもらおうかな。今回作る釣り竿に必要な材料は、木の枝たったの5本だろも。その代わりちょっとしょぼいけど。どうやったらパワーアップできるんやろう。なんかちょっとタヌキたちの顔の疾患とかすごくない？材料が用意できたら僕に声をかけてちょうだいね。え、私木材5本ぐらい持ってるよ、はい。あ、アイナさん、もしかして材料の準備ができたのかな？じゃあ、いよいよ釣り竿を作ってみるだろ。作業台で作りたいものを決めて作るだけだからとにかくやってみて。なるほど、ややこしい作業はないと。しょぼい釣り竿が作れる。はい。作りまーす。しょぼい釣り竿ができた。うんうん、完璧だなも。こんな感じでレシピと材料と作業台さえあれば簡単にものづくりができるだなも。
ということで、以上で DIY ワークショップは終了です。最後に参加してもらったお土産として、手頃な材料で作れる簡単な DIY レシピをプレゼントするだろうも。あ、釣り竿とは別にってこと？アイナさんのスマホに転送するから、ちょっと出してくれる？ほう。なんか模様があるね、スマホ。ほう。手元のコントローラーが震えた。DIY レシピ、なんか増えたよ、アプリが。オッケーなんだもん。アイナさんのスマホにレシピのアプリごと送っておいたらだもん。ふんふん。それから今回作ったしょぼい釣り竿も記念に持って帰ってくれていいからね。まあ私が作りましたからね。ちょっと壊れやすいけれど、釣りを楽しむには十分だらもん。え、壊れるの？この島の海や川でも魚の影を見かけてから、きっと何か釣れるはずなんだもん。僕もこの島にどんな生物がいるのか全然わかってないから、何か釣れたらぜひ見せてほしいだらもん。ということで、釣ってこようか、私。さあ、来いよ。釣りは、飛び盛りと同じしよう。じゃあ、ポケ盛りみたいにさ、釣りやすくしていただきたいんだけど、ポケ盛りめっちゃやりやすいけんね、釣り。まあ、でも、やりにくいって言った人もおるけん、人それぞれなんかな。ん？これは、土壌を釣り上げた。あら、エサさ。土壌だ、土壌だ。やったね。他は？もういないっすか？よし。でも結構、そこまで簡単に逃げてはいかん感じかな。早く来て、反対方向を向かれた。めっちゃ反対方向を向かれた。さあ来い、これは逃げてるのか？さあ来い。遠いんよね、ちょっと。あ、発見。来たー！来い。食いつけ。よっしゃー。お、これは？ん？これは？どんこが釣れた。ちっちゃいけれど顔はいかつい。やっぱこの先の海はまた違うんかな。もうびっくりした。またまたびっくりした。おらんやん、なんも。ちょ、待って、こっち側は？こっち側の海。おったおったおった、なんか。待って。はい。さあ、来いよ。あ、間違えた。タイミングを間違えた。いない。いないよ。びっくりした。なんかキラキラしよると思ったけど、水面か、ただの。でもなんか完璧にさ、水繋がっとるようにしか見えんけど。でもやっぱり、おる魚は違うんやろうね。こっちの魚を、え、おらんくね？消えた。あ、ここか。来い。この辺なんかちょっと浅瀬じゃない？待って、もうちょい向こう。さあ、来い。速攻で反応したね。あ、またしても土壌や。二匹目の土壌だ。二匹目はそういう反応になるのか、なるほど。さあ、ってことで、釣れたし、店に行きますかね。なんか本読みよる。釣ってきた。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。生き物見つけたよ。ちゃんと報告できる。お、どんな生き物が見つかったのかな？よかったら見せてほしいだらも。じゃあこれ、土壌。はい。あ、ちゃんと袋に入れとる。おー、これは特徴からすると土壌かな？あれ？ねえ、つぶきちなんか本読みよんじゃなくてオレンジジュース飲みよんやけど。変わっとる。変わるんや、すげえ。土壌がいる環境だったらこの島には他にも結構な種類の生き物がいるのかも。なに、結構博識なの、タヌキチ。そうだ、アイナさん。この土壌だけど、もしよければ預からせてもらっていいだろも。古くからの知り合いに博物館長がいるから、その人に送って詳しく見てもらいたいだろも。あ、まさかのそういう感じ？じゃあもしかして、ある程度、こう種類が集まってきたら、やってくる？ふ、ふーたくん。オッケー。ありがったろも。じゃあこの土壌は責任を持ってお預かりするだろも。魚政さんの手に渡るわけではないよね。あ、そうだ。協力のお礼と言っちゃなんだけど、いいアプリを紹介するだろも。え、なに？また増えるの、アプリ。なになになに？おー、来た。
あ、図鑑？生き物図鑑。生き物図鑑っていうアプリを転送しといたらも、最初からつけといてくれます？捕まえた虫や魚の記録をチェックできる優れものなんだもん。また別のお礼も考えておくから、新種の生物を発見したら、ぜひ持ってきてちょうだいね。じゃあちょっと、こっちもこっちも、もう一匹いるから、生き物を見つけたよ。お、他にも生き物を捕まえてきてくれてただろ？じゃんじゃん見せてほしいだろもん。ってことで、はい、どんこ。どうぞ。おお、これは特徴からするとどんこかな？アイナさん、これも例の博物館長に調べてもらうために送らせてもらってもいいだろも？オッケー。ありがったらも。じゃあこのどんこは責任を持ってお預かりするだろも。それはそうとアイナさん。その後自分でも DIY で何か作ってみたらだろ？いやーまだ特には。今一生懸命生き物を集めてきたところ。あらら、そうなのね。あまりアイナさんの興味をするレシピがないだろも。とにかくそういうことなら、もっといろんなタイプのものづくりを楽しめる DIY レシピを教えてあげるだろも。あ、まさかのレシピも。あ、じゃあ新種の生物を渡してあげるたびに何かしらのお礼があるってことかな。そして、すぐにスマホを取り出す私たち。木から木材を切り出すのに必要な斧と木材を使って作れるもののレシピなんだもん。おー。木材があれば DIY の幅が一気に広がるから、自給自足の暮らしもはかどると思うよ。それじゃ、調査用の生き物をまだまだ募集してるから、引き続きご協力よろしくだもん。多分、新種の生物何匹以上とかそういう条件で風太くんが来るんじゃないかなと私は思う。さあ、てことで、今回は、作業台を作りたいんやけど、作業台作るにはタランチュラじゃね今ね、ちょっと網も欲しいな。タランチュラなんか私飛び盛りでも出てきたことないんやけど。よし。なんかあれやね、入ってくるたんびにみんなすること変わるよね。なんかジュース飲み出したし、何ジュースそれ。オレンジだけじゃないんや、ジュース。お茶かな。たぬきちさんの作業台を借りて DIY しようかな。する。さーて、じゃあ、なんかいろいろ作れるもんめっちゃ増えとるやん。じゃあ私は、どうしよう。しょぼい網。材料が足りない。あ、待って、作れるの、焚き火。じゃあ焚き火作って、家の近くに、セットして、セットして、で、木を拾ってこよっか。めっちゃ作業中見られよる。焚き火ができた。よし。セットしてきます。じゃあ、とりあえず。飾ると置くはなんか違うんかな。一応なんか普通に置いたけど。お、ついたついた。やったね。さっき拾おう。ってことで、雑草結構集めたけん、それで何かしら作れるかしら。さあ、やってきました。どうも。ってことで、DIY をします。する。さあ、これで、あ、ほら、葉っぱの傘作れる。アクセサリー。なるほど、これが増えたんやね。あとはもう特に何も。葉っぱの傘、作ります。作っちゃう。これで見た目がちょっと変わるね。葉っぱの傘ができた。他にここでできることは？アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。何をすればいい？そうだらもね。この島は自然が溢れてるから。きっと虫や魚なんかもいっぱいいると思うだらも。虫は網で、魚は釣り竿で捕まえられるから、生物の採取を楽しんでちょうだい。そして何か捕まえられたら、ぜひ僕にも見せてほしいだらも。とりあえず、作れるものを増やすためには生き物を見せるしかないんかな。はい。これをどうぞ。
アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。生き物見つけたよ。お、また新種の生き物が見つかったのかな？よかったら見せてほしいだらも。ってことで、タイだよタイ。結構すごくない？はい。どうぞ。おー、これは特徴からするとタイかな？アイナさん、これも例の博物館長に調べてもらうために送らせてもらってもいいだろも？オッケー。ありがったらも。じゃあこのタイは責任を持ってお預かりするだろも。ちなみに今回もちゃんとお礼を用意してあるだろも。これはもう生き物の数分あるってことかな？それは赤いヒアシンスの球根だろも。うちら使ってる商品のサンプルなんだもん。地面に植えて何日か経てば綺麗なお花が咲くからね。これでお花を増やしていけるってこと。とりあえずそれってみて気に入ったら帰りに来ちょうだい。それじゃ、調査用の生き物もまだまだ募集してるから、引き続きご協力よろしくだもん。でもあれをね、スコップが必要になるよね、きっと。まだ石何にも足りんかな。作れそうなものがない。なんか葉っぱだけで作れそうなものとかない？アイテム。木の枝が足りない。ふんふん。硬い木材？それは斧が必要ってことよね、きっと。斧はどれで作れる？あ、そっか、斧これか。あ、木がいるんか。木の枝があと3本いる。くっそ、しょぼい網は？あと3本いる。いろいろとダメだな。いろいろとダメだな。これ何？あ、そうそう。そのコンテナのことをちょっとだけ説明しておくだらも。それは住民の皆さんのためのリサイクルボックスなんだもん。建物を建てるときに撤去されたものや、不要品などをここに集めてあるだらも。欲しいものがあれば自由に持ち帰ってもらっていいだらも。中がいっぱいになったら古いものは処分しちゃうから、必要なものは早めに持ってってちょうだいね。こういうところにあるんやないん。ダンボール。ほう。何かしら今後 DIY に使えないかな。ちょっとわからんけど。この辺のものとかは調べれんのやね。じゃあとりあえず、買い取って。買い取りでございますね。ではお入りいただけるものをお見せくださいませ。ってことで土壌を。土壌とか、まあ、貝とかは売っといても大丈夫かな。多分。これでいくらになる？いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計、結構なる。では合計2140ベルでの買い取りでいかがでしょうか？なんか良くない？めっちゃ。へい、売ります。へい。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。思ったよりもなんか良心的やね。お。たぬきマイレージが。どれどれ、どこ？ん？魚博士になろう？ん？違うな。どれや？あ、これか。不要品買い取ります。物を溜め込むと荷物がすぐ溢れちゃうから、不要品は売ってすっきり暮らしてほしいだろも。溜め込みがちな人のお片付けを応援するため、初めて買い取りサービス利用でマイルをプレゼント。300マイルゲット。肩書きゲット。金欠の予備軍。金欠の予備軍嫌だな、なんか。あ、でももうあっという間に1100マイル。あと、4900？ あ、違う。違う。あと、3900か。すごいやん。あっという間やね。あっという間ではないか。わからんけど。なんかそんな感じ。あ、待って、商品が見たかった。ちょいと待ってくださいまし。商品を見せて。ってことで、ちょっと私は、テントの周りとかも飾りたいし、商品を見せてください。いくらするんやろ？たっけえな。たっけえな。ウォータージャグ買っていこっか。ウォータージャグは1400ベルでございます。買っちゃいます。毎度ありがとうございます。1400ベル間違いなく頂戴しました。あ、ドラム缶も買えるやん。他にも何かご利用のものはございませんか？じゃあドラム缶も買ってく。ドラム缶は650ベルでございます。買っちゃいます。毎度ありがとうございます。650ベル間違いなく頂戴しました。他にも何かご利用のものはございませんか？いや、もう大丈夫。90ベルしかないし。ありがとうございました。また何かございましたらお気軽にお声掛けくださいませ。
ってことで、ドラム缶は外に置いて、あ、たぬきマイレージが。さあ、ということで、どうしよう、ドラム缶とか、ここにも置けるんかな？ドラム缶。置ける？広場には物置けんのや、なるほど。広場も飾れたらいいのにね。そういうのは無理なのか、なるほど。ってことで、まあ、この辺に、ドラム缶置いといて、こん、なんとなく。なんとなく。段ボール。なんか座る用の段ボール的な感じで。ちょ、待って、もうちょっとなんか。くっ。は。あれ、もうちょっと。ほっ。よし、これで。まあなんか、パッと見、座る感じに。ウォータージャグは中に置こう。テーブルとかも欲しいね。この辺にウォータージャグを置きます。思ったよりでかかった。いや、位置がちょっとか。え、ちょっと。まあいいや。これ出るんかな？いや、別に出ない。特に出ない。タヌキマイレージ。多分これ買い物の、お買い求めありがとうございます。記念すべき島での初めてのお買い物をタヌキ開発からもお祝いさせてもらうだも。初回の特典としてマイルを送るからぜひ受け取ってほしいだも。マイルゲット。肩書きゲット。一人前の消費者。タヌキマイル300マイル。イエーイ。良きかな、良きかな。もうちょっと綺麗な感じにしていきたいけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。